美人館創業者の杉本真理と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、美人館はですね、なんでこんなにこう、多分ですこの三重県でも、美人館ほどヘナをめちゃくちゃやってる美容院ってないと思ってるんです。もうそれはもう絶対に自信がありまして、もう 100% ヘナっていうのにすごくこだわってお客様に提供している美容室ってないかなって。で、実際美人館のお客様、ヘアカラーのお客様の、そうですね、 65% 以上はヘナ染めをされます。私自身も実は白髪なんですけれども、この白髪をですね、ヘナ染めしてるからこんな色なんですね。オレンジ色にしか染まらないっていうのがヘナの特徴なんですけれども、ヘナの歴史は古くて、まあ、実はクレオパトラの時代から、ね、クレオパトラが毛染めしたり、あと、クレオパトラが入れ墨したりとかいうのでおしゃれに使われてきた。そしてインドの人たちは、風邪をひいたらヘナを飲む、やけどしたらヘナを塗るということで、万能薬としてヘナを使われています。で、ただそのヘナも日本に一応流通しているヘナいろいろあります。で、インドの方のことをガタガタ言うあれはないんですけれども、インドの人っていうのはすごくアバウトらしくて、例えば砂が入っていようが、何か入っていようが 100% ヘナというらしいんですよ。で、私どものヘナ、取引先はエムテックっていうところなんですけども、そこの、私たちがリスペクトしているグッチ先生のヘナはですね、そういう砂とか、それからまあホコリとか、そんなものをきれいに取り除いて、それを、細かく粉砕して、そしてもう細かくこしてっていうのを、使っています。そして、ヘナにヘナも3種類ありまして、 100% ヘナ、これは、葉っぱから茎まであるんですけれども、これをヘナの葉っぱとしましょう。で、ヘナっていうのはこのまま 100% ヘナじゃない、このままのヘナを粉砕している状態ですね、乾かして。そして、ハイクオリティヘナっていうのがあります。そのハイクオリティヘナっていうのはこの葉脈を外して、この葉肉だけを細かく粉砕して、なおかつこのパンティーストッキングよりか細かいふるいでかけて細かくして、しているヘナですね。そして、琉球ヘナっていう3つ目のヘナがあるんですけども、この高級ヘナ、純国産で、もちろん、沖縄で作ってるんですけども、もっと肉厚で、葉っぱが、まあ、これヘナじゃないですけど、ヘナの葉っぱってこんな細くて長いんですけど、沖縄のヘナは肉厚で丸いっていう。で、それに関してはきちっとプラントを作って、もう砂のほこりも何も入らない状態にして、きれいな状態で、しかも国産で色が濃いですね。で、ちなみに私がやっているのは、国産 100% ヘナを使っています。そして、美人館がここまでヘナにこだわる理由ですね、どこかの何かの動画で多分言ってると思うんですけども、髪の毛は生まれたその瞬間から、30センチ40センチで伸びるまでにもう痛むしか、痛む運命にあるっていうのを申し上げました。で、ヘアケア頑張ってくださいねっていうお話もいたしましたけれども、どうしても美人館さんで直してっていうお客様のために、髪の毛をまあヘナで毛染めをする以外にですね、ヘナで髪の毛を強化するっていうことをやっています。何をするかっていうと、天然のポリマー効果がありまして、髪の毛をですね、これを1枚の布を髪の毛と考えますと、要はね、締めてるんですね、こういうふうに。こういうふうに髪の毛の毛先を締めると何が起きるかというと、例えばこのまま水にポチャンとつけたところで、簡単には水が吸いません。ということで、髪の毛は、水分がこう、水分をこう含んじゃうと傷みやすい状況になるので、ポリマー効果であまり髪の毛が含みにくいっていうような髪質に変えていくっていうことがヘナでできますので、ぜひともヘナ染めカラーだけではなく、髪の毛を強化する強くするアイテムとしてぜひとも使ってみてください。三重県では一番ヘナに力を入れている美容室が美人館です。ご清聴ありがとうございました。